数年前のゴールデンウィークのこと。東京から近い、高速船で2時間かかんないもので、船も飛行機も予約がいっぱいで、1年で一番忙しい時期。そんな時に、どこからどう見てもインド人のご夫妻がなぜかうちの店にご来店。拙い英語、中学生レベルですで会話したところ、宿を探しているとのこと。この忙しい時に宿予約取らないで来たの？っていうか、観光協会スルーして、なぜよりによってうちの店喫茶店に。しかもリクエストは食事なしの素泊まりの宿をご希望とのこと。要するに宗教上の問題です。とりあえず慌てて宿だけつてをたどって確保。次の問題が食事。これが難易度高かったです。伊豆諸島といえば草や海産物、アシタバとかを思い浮かべる方が多いでしょうが、なんとこの方々の宗教は肉は食えない、なぜか鶏は OK らしい。慌ててウィキペディアで宗教的 NG 食を調べる。これは厳しい。しばし悩む俺。インドの方は一応ベジタリアンという言葉を使ってましたが、日本人まして田舎の人にはそういう方が伝わるんでしょうね。しかしうちの島で有名な野菜ってアシタバだけだし、鶏肉は OK? 卵も？何かあったような。そうだ、親子丼ぶり。俺、ああ親子丼、 This is very famous Japanese food。 親子丼 means チキンイズママ Eggs baby。 インド、内容忘れたけどそれなら食べられると思いますみたいな感じの英語。ということで、友達が勤めてる寿司たす居酒屋まで車で送迎。友達に鶏卵と鶏 OK、 あと全部の肉類 NG と伝え、あとは適当に野菜とかで何とかしてと伝える。後から聞いたら、アシタバの天ぷらは食べたものの、おひたしは臭みが強くて無理だった模様。ちなみにアシタバは16茶とか野菜ジュースにも入ってますよ、宣伝で。1泊2日だったんですが、うちの島は伊豆諸島でも一番大きいので、観光名所を回るにはほぼレンタカーが必須。でもインドの免許では日本の車は借りられないのです。なので店閉めた後にどこか一つでも綺麗なところに連れて行ってあげたくて、車で地層切断面というところまで案内。拙い英語で This is like a バームクーヘンで、イスアイランドボルケーのヒストリーとかなんとか言った覚えがあります。もう暗い時間帯だけど無理やり記念撮影。あとは記念に某方言の乱で流された人の子孫の建物の前で写真を撮りました。職業を聞いたところ、某 IT で有名なインドの南部の都市からやってきて日本を数ヶ月かけて旅行中とのこと。島が珍しかったのでしょうか、とりあえず船に乗ってみたみたいな感じだったそうです。短い時間だったのでこれぐらいしか案内できなかったのですが、いい思い出になってくれたならいいな。ちなみに翌日の昼はまた友達がいる寿司居酒屋にご来店。今度は友達が悩んでたそうです。さすがに2日連続親子丼ぶりはかわいそうだろうということで、なんか卵とか使った料理でなんとかごまかした模様。本土にさえ帰れば穀物やら麺類やらあるし、心配ないと思います。ヒンドゥー教徒だったと思ったら、ウィキペディアの NG 食見たら鶏も NG だったんですよ。結局何の宗教だったかは知らないままでしたが、ムスリムも国外では NG 食も OK と以前このスレで見ましたし、些細なことなのかもしれません。